우리 그래서 오늘 날 시간에 널 쓰면 焦って軍人がのことして、もう一回最後の大会とか、怪我するとか、ずっとバスケットで元気になるっていうことが怖いから、今は焦らない、しっくり自分の体と向き合って、やれることだけやれて、正直、ずっとそうしてるから、先輩なんて、もう必ず高校やるのか、大学の試合とかあったら、見に行ったっていうの、それが俺のできることや、最後の最後、中学校で上手にしてやれへんかったって思うから、高校行って、あいつらが成長したら見ようと思うから。絶対それだけは約束がまんまとするから、こんな感じでやってくれるから、何も言います、俺の仕事だから、しかもそれと、なんか、一回、まあ、できるいや、何歳ですか？